どうも、だいたひかるです。雑学クイズです。ダスキンは当時の社員が考えた社名ですが、社長がつけようとしていた社名は何でしょう。3つのうちから1株式会社雑巾、2株式会社ピカピカ、3株式会社つべつべ。さてどれでしょう。答えは株式会社雑巾。社員が会社が雑巾っていう名前だと結婚できないってクレームが来て辞めたそうです。そりゃそうだ、私も一応名刺書いてみた。やっぱ嫌だった、ダスキンでよかった。多分もっといいって思いたい。面白 Q&A 雑学図鑑っていうのを書きました。盛りだくさんだと思う。だいたひかるでした。